おはようございます。パラレルです。さあ今日はカルビーの2022プロ野球チップス第1弾を6袋開けたいと思います。ということで長嶋さんと佐藤輝明選手のね金サインを目標に開けていきましょう。それではスタートです。はい、1パック目は中村選手ですね。そのね長嶋茂雄さんの444号を超えましたね。裏は吉川選手だ。はい、こんな感じですね。じゃあ2パック目じゃん。お、またライオンズの選手ですね。ウーネンティー選手と、お、森下選手。はいはい、じゃあ3パック目です。うん、小笠原選手と、お、スターカード宮崎選手、いきましょう。あ、普通のスターカードですね。はい、じゃあ4袋目ですね。せーの、よいしょ。祖父江選手と宮城選手ですね。はい、こんな感じです。はい、では5袋目。ドラッグストアでね88円で買いましたね。高山選手と、お、杉本選手だ、嬉しいな。はい、高山選手。じゃあラストです。うん、ちょっと厳しいかな。おお、よく出ますね、ドラゴンズの選手。あ、また宮城選手かぶったね。じゃん。そして京田選手。ということで結果ですが、今回は6袋買って、横浜 DeNA の、宮崎選手のキラーが1枚だけ当たりました。で、こんな感じですね。まあね、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。